そんな話で、まさかのこんな
いや、100円の回数券があるんで、俺の財布の中に大量に余ってるんで、それを使うためにとりあえず東の手じゃん剣とかでね、剣
東だったのが773なんで、772を最後本当にとんでもない最後あのスクールやってたんですよ、ね、で、ちょうど担当の人に入って後ろ見たら0が非常に非常口のあたりなのがなんか沈んでたんですよね。で、ラジオに止まったんですよ。で、この後、マークが使えるんだよね、210で50だな。いや、ゲームがちょっと出るんで、もうダメ、そこで終わりです。そこで終わりで終わっちゃいました。しばらくじゃなくて、ダメですから。結局、ボチャンがあって、3条の1104。あれもすぐダメだった。結局3条の、まあ、多分道路状況を大変だったから。ボチャンで普通にしてたのに、結局3条ダメだったんだけど、ただ3条の道路とか状況も悪すぎて、これさらに、まあ、じゃあ、ね、1055とか右に途中から来たりとか、あれまだ走ってるまだ弾予備で来てる子からですね。あれはまだいかと思って、まあ、途中でそんなによくないよな。ねえ、だって僕が1回前だと思ってたやつ。やっぱりまだ途中で鍛え上げられない、まだいいけど、まだなんかまだ上手しない。
後で一番さんと聞かれます。あれがそんなことですか。あ、分かりました。はい、
Thank you.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 
はい。